ポスト平野市、用途話題には第な何わ男子大橋和也の天然をバカキャラに高まる期待。こんにちは、読者の皆さん。今回は、日本のエンターテインメント界で話題沸騰中の、何わ男子の大橋和也に焦点を当て、その魅力について詳しく探ってみたいと思います。大橋和也が、ポスト平野市用、と言われる理由、そしてなぜ彼の天然をバカキャラが、 注目されているのかご紹介します。大橋和也、子役からの奇跡。大橋和也は小学生の頃から芸能界で活躍しており、その才能を開花させました。子役としてのデビューからダンス、アクロバット、歌唱力といったエンターテインメントの要素を幅広く持っています。しかし、彼の特筆すべき特徴は、関西出身者ならではのサービス精神と、 天然はバカキャラです。天然ぶりの魅力。大橋和也はその言動やい間違いが多いことで知られており、これが彼の魅力の一因です。彼の天然ぶりは芸能界の大物たちからも注目され、お笑いマックンに突っ込まれることもしばしば。その結果、彼のバラエティ番組への出演が増加しています。食べることへの情熱。 身長160センチメートル台という小柄な体格にもかかわらず、大橋和也は、小評なのに退職医としても有名です。過去にはお弁当を5個完食し、回転寿司では50皿を平らげたエピソードも、高級焼肉屋でコースを完食した後に、さらに肉やライスを追加したこともあるほど、その退職いぶりは驚異的です。テレビプロデューサーの期待。 大橋和也の退職位キャラは人気テレビプロデューサーの佐久間信之氏にも注目されました。彼はわずか3ヶ月後に深夜の飯テロバラエティー黄金の定食に大橋を抜擢しました。これは彼の個性がエンターテインメント業界で高く評価されている証拠です。平野仕用の後継者近年。 ジャニーズの天然キャラとして知られるのは、元キングプリンスへの平野仕様でした。しかし、平野はキンプリを脱退し、新たなステップに進んでいます。この隙間を埋める存在として、大橋和也の名前が浮上しています。エンタメライターの伊藤宮美奈子氏は、ビジネスをバカがユーザーから見破られる中で、天然をバカキャラのニーズが高まっていると指摘しています。 期待が高まる背景。ジャニーズ事務所における性加害問題や、何は男子メンバーの熱愛報道、他のジャニーズグループのメンバーによるエンターテインメントなど、エンターテインメント業界は様々な逆風にさらされています。こうした背景から、大橋和也の活躍に対する期待が高まっているのです。結論。 大橋和也はその才能と天然をバカキャラで日本のエンターテインメント界に新たな風を巻き起こす存在として注目されています。彼の個性が視聴者に笑顔を提供し業界に新しいエネルギーをもたらすことでしょう。ポスト平野仕様として今後ますますの活躍が期待されます。以上、大橋和也の魅力についてご紹介しました。 彼のこれからの活動に、どうぞご期待ください。記事中の情報は、日本テレビ系、24時間テレビ、テレビ東京系、ゴッドタン、テレビ東京、黄金の定食、などの番組、およびエンタメニュースから引用しております。